みんな集まったわね。今日もコントントに異変がないかパトロールするわよ。そうですね、最近いろいろと事件が起こっているのでしっかりとパトロールしましょう。さて、パトロールに出発。うわぁ、え、なになに、この爆発音と叫び声は。あっちの方から聞こえました。行ってみましょう。行って、お尻を打っちまった。くそ、あのタイムマシン空中でコッパみじんになりやがって。まったく死ぬかと思ったぜ。ああ、コントントに不時着しちまった。うーろ、さっきの音の原因はあんたなの？あ、なんだ？事情を聞けばあんた、コントントの空中でタイムマシンをコッパみじんにさせるってどういう運転してたのよ。なんだこのおっかないやつ。仕方ないだろう。あのタイムマシンは故障してたんだよ。まあまあ、時の海王神様、落ち着いてください。はあ、なあトランクス、コントントには可愛い女の子がいっぱいいるな。決めた、しばらくここにいるぜ。前に俺がいたところよりも安全だしな。なんですって。元の場所に返すこともできるのですが、また何かしらの方法でコントントに来そうですし、いっそしばらくコントントに滞在してもらいましょうか。仕方ないわね。このコントントで女の子を追いかけ回したり変なことをしないでよね。問題を起こした時は確く、わかったよ。この怖い感じ、ブルマを思い出すな。はあ、なんだかこれから賑やかになりそうね。なんだ？ありました。要するに逃げたんだな。あ、なんか言ったか。いえ何も言ってませんよ。しかしあなたが来てくれたというのはとてもラッキーですね。今の状況を説明しますと、ここは時のほころびといって、時間や空間が乱れた場所となります。この時のほころびというのは、時の裂け目よりもとても小さな裂け目なのですが、数が増えるといずれは大きな裂け目になるため、今のうちに閉じておく必要があります。俺の方でほころびを閉じる準備を進めていたのですが、この空間に
民間人が5名いると確認できました。民間人がいるのに、ほころびを閉じることができません。いきなりの任務になりますが、ほころびを閉じる前に民間人の救助をお願いします。あと、悪いニュースなのですが、ここにはセルも紛れ込んでいるようで、進化するために民間人を吸収しようとしています。はぁ、やっぱり俺がそっちに行かなくて正解だったぜ。まずは早急に民間人の救助をお願いします。民間人が見つからず困った時はスカウターを使ってください。民間人がいる位置がわかるはずです。よろしくな。お礼のアイテムで戦闘力がアップしたようですね。民間人を助けるとお礼がもらえるのかよ。戦いが有利になるな。お前たちこそが完全体になろうとしている私の邪魔をするのは、これ以上生体エネルギーの吸収の邪魔をするのならば、ここで死んでもらおう。気をつけろ、めちゃくちゃ強いからな。この線は今まで以上に凄まじい強さになります。この時期に流れは完全ではありません。まずはセルから逃げて、民間人を許せるセルタバイク、ミッションを全て救助した後は、俺がセルごとこの残りを出します。俺が助かったぜ。すまん、頑張ってくれ。はー、この私のスピードについてくるとは。なるほど、少し本気を出してやるよ。そら、楽しいゲームの始まりだ。ミカを切り捨てください。なかなかやるよ。貴様を吸収して、より優れた生命体となってやる。私も、あのセルをやっつけちまった。お前すらワインだな。あとは民間人の救助ですね。全て民間人を救助した後はこのほころびを閉じるので、急いで脱出してくださいね。やあ、お礼のアイテムで戦闘力がアップしたようですね。よっ、お礼のアイテムで戦闘力がアップしたようですね。うむ、お礼のアイテムで戦闘力がアップしたようですね。こんにちは。お礼のアイテムで戦闘力がアップしたようですね。ことがあってたまるか。完全体に、完全体になれさえすれば。あ、セルのやつが崩壊して、どこへ行ったの。何、どこへ行った。マーニー、この心で脱出をお願いします。ないか、あっちから来るぞ。待たせたな。完全体に進化した私と戦おうではないか。やめろ。
ることができません。厳しい戦いになるかもしれませんが、セルを倒してください。退屈な。もっと私を楽しませてくれ。やるじゃないか。ここまで楽しめるとは思わなかったね。いい気になんなよ。まさか本気でこの私を倒せると思っているのか。すごいなお前、気をつけて帰ってこいよ。信じらんねえ、おめえほんとにすげえな。安全のためにもウーロンを時のほころびに連れて行って働かせてちょうだい。逃げ出したら私が直々にお仕置きをするわとおっしゃっていまして。あのブルマに乗り換えている怖いやつか。このまま逃げ出してもどっちみち恐ろしいことになるのか。そう、しょっちゅう時のほころびが発生して、その度に俺が巻き込まれて死にそうになりながらも頑張ってほころびを閉じてきたのに、今回もこんな目に遭うなんて、なんて不幸なんだ俺は。まあ今回は強い味方がいますから。そうだ、お前がいるからな。俺に何かあったら守ってくれよ。頼りにしてるからな。さて、これから時のほころびを閉じる準備を始めます。今の状況として、俺とウーロンさんは西の都の商業区にいますが、どうやらこのエリアには民間人はいないようです。誰も巻き込まれずに済んだのか、それとも、いや、ひとまず時のほころびを閉じることが最優先だな。民間人の救助はしなくていいのか。今回は楽だな。あとは時のほころびを閉じるだけっと。あの今回も俺の方で再び時のほころびを閉じようとしたのですが、トラブルが発生しまして、前の任務では説明していなかったのですが、時のほころびを閉じるためにはスーパータイムマシンという機械を起動させる必要があり。あのめちゃくちゃでかい機械な。起動させることによって乱れた周辺全ての時間の流れを正しく戻し、歴史に影響がないようほころびを閉じることができるのですが、そのスーパータイムマシンを起動させるには、まずは起動キーというアイテムが必要でして。あれ、見つけるの大変なんだよな。いろんな場所に行って探さないといけないし。非常に言いにくいんですが、今起動キーは俺の手元になく。すみませんが、このエリアに落ちている起動キーを集めるのを手伝ってくれませんか。へえ、今から集めるのかよ。先に起動キーを見つけておけよ。ちょっと別の任務で集めるのが難しく、すみません。しょうがない、今から探すか。何か気配がすると思い来てみれば、お前
前はなかなか強力な生体エキスを持っていそうだな。何もない。凶器はどこだ。さあ、一つ目の凶器を見つけました。あの凶器は腐って。なるほど。今こそ私の集めて世界エネルギーを使う時らしい。やはり捨てられないだろう。民間人はいないと思っていましたが、すでに吸収された後かもしれません。生体エネルギーを蓄えているとしたら進化する可能性もあります。進化するなよ。起動キーについてはおエコンの操作を出す。起動キーを集めるまでこちらのエリアに来ないようにセリを引き止めてください。急いで探さないと俺が死んじまう。そう簡単にこの私を倒せるとは。さらに進化する可能性があるのか。否定はできませんね。マジかよ。あんたが死ぬことに気づいた。あと一つはどうして。急いで探しましょう。よかろう。私にも本気を出せということだね。さて、手始めにウォーミングアップをさせてもらおう。さらに進化を。機動機を詰めて全部進化してもう大騒ぎだ。なるほど。貴様のような相手に対して本気を出さなかったのは失礼だったようだ。ほほう、ちょうどいい先に戻ってきたな。せっかくだ。貴様がどのように私の子供たちと戦うか観戦させてもらおう。子供たちを倒せたからといっていい気になるなよ。貴様なぞ本気になった私の足元にも及ばん。あった。最後の起動キーが見つかりました。しかし実はまだやらなくてはいけないことがあり、今度はこの起動キーを使って起動システムをコントロールし、スーパータイムマシンの起動を完了させないといけません。しかし起動させるにはしばらく時間がかかります。すみませんが、もう少しセルを引き止めてください。セルの熱だいぶ弱ってるぞ。このまま一気に畳みかけちまえ。もうすぐスーパータイムマシンを起動できます。あなたがセルを引き止めてくれていたおかげです。脱出の準備をして。なんだ、セルの声がしたの。もしかして生きているのか。次に私を倒す時は私の核をしっかりと壊すことだ。貴様らに次の機会があればの話だがな。コッパみじんにしてやるぞ。完全に倒せてない。あなたを置いたままでは脱出できません。辛い状況ですが、セルを倒してください。お前らは倒すと信じているぞ。頑張れ。こ
このセルの真のパワー見せてやる。私のこのセールの真のしました。今から時のほころびを閉じます。早くみんなで脱出しましょう。お前はよくやったよ。後でいいものをプレゼントするぜ。信じらんねえ。おめえほんとにすげえな。今回も無事に戻ってこれたぜ。お前がいてくれて本当によかったよ。本当ですね。手伝っていただきありがとうございました。時のほころびについては今後も注意深く観察していきましょう。ウーロンさんがまた時のほころびに。